休校や分散登校などによって子供が家にいる時間が長くなっています。子供を自宅でどう過ごさせるか悩んでいらっしゃる保護者の方も多いのではないでしょうか。遊んだら遊びっぱなしで片付けない。部屋を散らかして整理整頓の習慣が身についていない。など、子供の様子にイライラしていることも多いと思います。今回は、掃除や整理整頓などの習慣についてお話をしていきたいと思います。最初に、データをご紹介します。これは、コロナ感染の問題が起こる前の2018年に、保護者に対して行った子育ての悩みに関する調査の一部です。実は、子供の整理整頓が悩みというのは、ほとんど全ての学年の保護者の悩み気がかりのナンバーワンなのです。学習や進路に関する悩みは学年によって異なるのですが、整理整頓が悩みというのは、どの学年でも数値が高く、しかも半数以上の保護者が悩んでいます。子供の中には、もともとあまり言わなくても自分から整理できる子供がいます。しかし、大きく捉えると、子供はやはり大人よりも整理整頓が苦手なものです。子供は移り気ですから、関心がすぐに変わり、今までやっていたことをそのまま放置します。すぐに注意したくなりますが、ぐっとこらえて、子供はもともとそういうものだというふうに理解しておくことも重要だと思います。いつもこう叱って片付けさせているようであれば、少し抑えて、冷静に子供の様子を観察してみるのもいいと思います。その上で、子供が整理整頓の習慣を身につける上で最初にしておきたいのは、その大切さをきちんと伝えるということです。一つは、健康や衛生上の理由です。整理整頓や掃除には、アレルギーのような病気を防ぐなどの衛生上の必要性があります。居住環境を清潔に保ち、気持ちよく過ごせるようにしておくことは、精神衛生上もプラスです。二つ目は、仕事の効率。子供で言えば、勉強の集中のようなものに与える効果です。無駄なものがなくて気が散らない環境とか、必要なものがすぐに取り出せるような状態は、勉強の集中につながります。三つ目は、家族への貢献です。整理整頓を心がけることや掃除を手伝うことは、家族全員のためにもなります。散らかしたものをこういちいち保護者の方が片付けるようでは、これは手間だということをきちんと伝えて、整理や掃除ができたときはしっかりと褒めてあげてください。ゴミ出しでも、風呂掃除でも、遊んだ後の片付けでも、それをやることにはきちんと意味があります。子供がその意味や必要性を理解し、やった成果がわかることが、次のやる気につながります。最後に、子供に伝えてほしいのは、整理整頓ができるようになるということは、将来、自分が必要な力を身につけるのに役に立つということです。整理整頓には、何をどのような順番で片付けるのが効果的かとか、どういうふうにこう配置するのが便利かといった段取りを考えなければいけません。何を捨て何を取っておくかを思考するためには、将来使うのかなみたいなことをイメージして判断しなければいけません。このように、整理整頓のような身近な生活課題を解決することは、思考力とか判断力を養うアクティブラーニングの機会でもあるのです。身の回りのことをできる力を身につけることは、社会人や生活者としての基本でもあります。比較的時間に余裕がある今は、整理整頓のチャンスとも言えます。保護者の方も子供と一緒に、日頃できない荷物の整理とか部屋の模様替えをまとまった取り組みとしてしてみてはどうでしょうか。しかし、今同じようなことを考えて、ゴミや古着などを大量に出している人が増えているそうです。処理能力を超えている自治体があるそうなので、自治体が出しているホームページなどの注意に従って、確認してから、掃除、ゴミ出しをしてください。